ベルギーリエージュ州のビュッケンバッハ近くのフェンケル鉄道高架橋フェン鉄道路線図フェン鉄道は古い鉄道線の名前である建設時にはドイツ帝国の領土であったが現在は完全にベルギーにあるルートの一部が以前にドイツの領土であった場所を通過する場合でも1919年のベルサイユ条約の規定によりベルギー領土となっている 条約のこの規定により、路線の西側にドイツから分離した5つの小さな飛び地が作られた。この路線は標準機で延長は 75km である。オイペンでウェルケンレートへの路線と接続し、さらにブリュッセル・ケルン線に接続する。トロワ・ポンズでリエージュルクセンブルク線に接続する。2007年12月4日、路線の解体が開始され、 2008年9月にトロワ・ポンツとサウルロットの間の路線全体が撤去された。2008年にはドイツ領に挟まれたストリップを走るフェン鉄道がすでに操業を停止しているためベルギーがこの区間をドイツに返還し、それによりドイツの飛び地が解消するという推測がマスコミで生まれた。しかし両国の外務大臣は変更計画はなくこの狭いストリップが ベルギー領土であり続けることを確認した。現在ではサイクリングロードとなっている。ウィキメディアコモンズにはフェン鉄道に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。